こんにちは、萌です。今回はオイルチョーク、描いた後仕上げについてお話ししたいと思います。結構質問でですね、私があの壁画でチョーク、オイルチョークで描いているやつとかを見てくださった方が、これは保存が効くんですかとか、触っても取れないんですかとか、そういうね質問が多かったので、ちょっとね仕上げ剤についてお話ししたいなと思います。でオイルチョークはですね、こう、まあ、描く時も自分のこう指でこすってなんか溶かしながらというかですね、まあ、混ぜながら描いていくんですけど、その壁でも、まあ、キャンバスというかね、黒板みたいなものでも一緒なんですけど、描いてそのままにしておくと、まあ、触ったらねつきます。で乾いたとしても、まあ、あの油なのでね、ちょっと寒いところとか、あの乾燥させると少しはこう硬くなるんですよ。で色がつきにくくはなったりするんですけど、やっぱり普通につきます。ベトって感じじゃなくて、ギュってやったら擦れたりとか、色ついちゃったりとかするので、そのまま、まあなんかあの触れなければね、触れるところじゃないものとかだと大丈夫かもしれないんですけど、ちょっとベトっとするのでホコリとかをねこうキャッチしやすいかなと思います。なので保護剤はね絶対した方がいいんですけど、保護剤にもまあいろいろあって、まああの普通はねニスとか、あの油絵もそうですけど、ニスとかでこう上に保護剤として塗ったりするんですが、壁画の場合はですね、私はスプレーを使っています。あのクリアのラッカーのスプレー、あのホームセンターとかにも売ってるやつなんですけど、それを使ってます。で使う時に、あの選ぶ時にクリアはクリアでもツヤありとツヤなしがあるんですよ。で私はツヤなしを選んでます。でなぜかというと、まあ、そのスプレーするところはその描いた部分だけでいいんですけど、後ろがね、まあ、もし後ろがツルツルしてたら、それに合わせてツルツルにグロッシーな感じでツヤありでもいいかもしれないんですけど、ツヤなしの方がムラができにくいです。しかもチョークアートかける場所ってだいたいちょっとザラザラというかね、サラサラしてるので、ツルツルしてるところはねかけないので、それに合わせるとなるとツヤありのやつよりもツヤなしがいいと思います。で、どれがいいかというとですね、私は2、3種類ぐらいしか使ったことないですけど、アサヒペンのねやつとかよく使ってます。今回使ってるの何だったかな、ちょっと後で映像見てもらえたらと思うんですけど、ちょっと注意してほしいのがですね、ホームセンターに行くとラッカースプレーと水性のスプレーとかあるんですよ。水性とかあのアクリルスプレーとかね書いてあるやつがあるんですけど、それじゃあちょっとダメなんですよ。私もね試してみたんです。っていうのも屋内が多いのでスプレーするとすごい匂いがするんですよね。自分ガスマスクつけてたり、今回ね忘れちゃってるんですけど、マスクしたり、まあ、ちょっとね息止めてうーってやって逃げたりとかしてるんですけど、他にこう人がいたりとかすると迷惑になるので、あんまりこう匂いがしない方がいいなと思って一回水性のやつを試してみたんですよ。まあ、水性だったかな、水性だかアクリル製だかなんかそんなやつ、アクリルスプレーだったかな、試したんですけど、やっぱりオイルの上なので水性のやつじゃねあんま良くなかったです。っていうのもスプレーはかかるんですけど、定着はするんですけど、なんか乾いた後も若干ギュッてやったら取れそうな感じがしました。なのでやっぱりしっかりとコーティングするにはラッカーの油性のね、あの臭いやつ、シンナーの匂いがすごいするやつ、マジック油性マジックみたいなね匂いがするやつがいいと思います。なのでホームセンターにもね売ってるんですけど、大量に使う人はネットで買った方が安い時があります。
アマゾンでねちょっと前結構安く出てたんですけど、この前見たらなんかあまり安くなかったんですが、ちょっとねあったら概要欄に載せておきます。でも普通にラッカースプレークリアツヤなしって入れたら出てきます。なのでラッカーって入れればね普通に水性とか出てこないと思うので大丈夫だと思うんですが、皆さんもねちょっと使うときはその辺どういうものなのかっていうのをちゃんと確認して買ってください。でそれをスプレーするんですけど、ちょっとスプレーしてるところ、こんな感じなので見てもらえたらと思います。はい、で今回はですねこちらのアサヒペンのラッカースプレー使っていくんですが、私がよく使っているのはこのね画像に出してある高耐久ラッカースプレーってやつ、これもアサヒペンのやつですね。それを使っています。で今何にも塗ってない状態だと擦るとやっぱり色がこんな感じでねつきます。なのでそれをつかなくするためにスプレーしていきます。ちょっとこの透明なのでね塗ってるところがわからないんですが、こんな感じで隙間を埋めるような感じで塗っていきます。で今回私はガスマスクを忘れたのでね息を止めております。でちょっと息が持たなくなったら、外に出て息を吸って、ちょっとこの臭いのがねなくなった頃に戻ってきてます。でちょっと気休めですけどちょっとマスクをしました。これやるときはですねしっかり換気をして、ガスマスクをつけてやってください。でこれ塗るとねこんな感じで光沢が今出てるんですが、これは濡れているから光っているっていう感じですね。なので塗ってないところこうやってちょっと光当てながらというかね見る角度を変えながら確かめると分かりやすいです。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでねスプレーをして保護をして仕上げています。なのでこれスプレーするとほんともうね触ってもサラサラして全然つかないんですよ。で、これで仕上げでもいいし、例えばこのまあ油絵もそうなんですけど油オイルなのでこう塗っても塗ってもこの上にね重ねていくとグラデーションとか綺麗にできるんですけど、例えば赤の上に白をくっきり入れたい時に白入れても混ざっちゃうのでピンクっぽくなったりするんですよ。でそれを何回も何回も重ねてなるべく白に近づけたりとかするんですけど、やっぱりパキッとした白を使いたいな描きたいなっていう時は一旦ですねそのラッカースプレーでコーティングしちゃうっていう手もあります。コーティングしちゃうともう触っても取れないので、まあ、しっかり乾かしてからなんですけど、その上からちょっと薄くね白とかハイライト入れたりとか色入れたりとかっていうことも、ね、重ね塗りしていくっていうことも可能です。ただそれ終わった後は全体にまたコーティングをするのを忘れないようにしてください。でそういうね使い方も一応あります、まあ、色が乗らなくなってきた時とかねそういう時にもいいかなと思います。はい、こんな感じでね普通のキャンバスももちろんキャンバスっていうかウッドパネルに私はジェッソを塗って、ちょっと今日喋れないですね、ジェッソを塗って、からオイルチョークで絵を描くんですけど、それにももちろん使えます。なので家でね描いてせっかく描いて飾っててもそのコーティングしてなかったらねホコリついちゃったりとかちょっと触っちゃったりすると取れちゃったりとかっていうことがあるので、しっかりと保護してあげてください。はい、ということで今回はですねオイルチョークの仕上げについてお話ししました。何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ということで、この動画がいいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。